everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。ということでね、今日はですね、こちらのバックパックね、ここにアバンハリスって書いてあるんですけども、アバンハリスというメーカーから出しているアーバンピークというね、名前のバッグなんですが、こちらを紹介していこうと思います。先日ね、私沖縄の方に行ってきまして、3泊4日でまあ旅行に行ってたんですけども、その時にね、初めて使用したのがこのバックパックでしたね。沖縄でちょっとこの鈴付きのね、ストラップとかを買ってきたんですけども、こちらのバッグね、非常に多機能で22の機能、そして4way、4種類のね、形でバックすることができる。まあ、後で紹介しますけども、非常にね、多機能で、そして大容量、35リットルなんですが、とにかくね、もう機能がすごいので、紹介していこうと思います。まずですね、このように、カバンをね、開けていこうと思うんですけど、はい。こういった形でね、わかりますか？ちょっとこういう形でね、180度今カバンがね、こう開いてる状態ですね。ここに今荷物が収納されてます。はい、まあこんな感じでね、これ3泊4日分のですね、荷物が入ってます。まあパーカーとかね、スウェット、それから、まあ、ズボンが、スウェットのズボンとジーンズですね、が入って、で、さらに、このね、袋の中、これ、付属のね、袋なんですけども、この中に、まあ、靴下とか、まあ、下着類ですね、たものが入ってます。はい。まあ、ここまではね、何の変哲もない普通のバッグですよね。そしてね、ここにこのねポケットにはですね、このね充電器、これアンカーのねポータブルの充電器なんですけども、ね、でなんかコネクターのようなものがあるんですけど、まあこれこういう風に挿してですね、このようにしまってるんですが、これ後でまた説明したいと思います。はい。でまた今ね、さっきお見せしたやつね、また収納したんですけど、なるべくね、旅行とかね、旅とか、まあ、ビジネスもいいんですけど、ね、荷物ってやっぱかさばりたくないですよね。そういった時に便利なのがこのねバンドがねあって、このバンドをこのようにキュッと下げると、ちょっとねこうね、はい、まるでねコンプレッサーのようにね、こう圧縮してくれるんですね。圧縮なので、こう締めた時もそんなにねこうかさばらないというね、はい、ね、コンパクトに収めることができます。どんなところが高機能、思ったあなたに今からお見せします。今ねもうこの圧縮したところをお見せしたと思うんですけども、これ見てもう分かりますよね。もう開いた途端にもうポケットがねこんないっぱいあるんですね。まずね、ここにも、ね、ここにも、ね、これなんか湿気の防湿剤、もともと入ってたやつですけども、防湿剤、まあこれはいいとして、まあポケットがね、いっぱい入ってますね。だからまあ、ここにね、まあヘッドホン、今入れてないですけども、ヘッドホン入れたりね、で、ここになんか、ね、薬とかね、頭痛薬とかね、お腹痛くなった時のお薬とか、まあなんかバンドエイドとかさ、そういったものとかいろいろね、入れれるよと。いう機能がありますね。これが内側ですね。これだけではない。そしてこのバッグはですね、防水仕様になってます。防水仕様なのでね、防水なので雨が降っても中にね入っているものがびちょびちょにね濡れずに済むということで、まあアウトドアですね、山、川、海といったね、まあ場所に行く際にも適してます。そして急なね、雨とかね、まあ台風ですとか、まあ今冬なのであれですけど、台風ですとかそういったねゲリラ豪雨的なものも防ぐことができますっていうことになっていて、さらにですね、このファスナーの部分ですね、ファスナー、あらゆるところにまあファスナーついてるんですけども、全てのファスナーがこれ止水ファスナーになってます。止水ファスナーね、ここも水を、まあ、通らないようにね、
工夫されています。はい、すごいですね。で、先ほどね、後でお見せしますと言った部分なんですけども、この部分ここにね、なんかちょっと機械的なねものがあると思うんですけども、これ何かというと、これ USB のねケーブルを挿せるようになってます。ここにね、このように、はい、これ iPhone の充電器なんですけども、挿してね、これで今見えますか、充電、これね、今充電ねされてますね、充電されてます。はい、でこのね充電今挿した状態で、ちょっとこれ今長めのね充電ケーブルなんですけども、これ邪魔になるかなと思ったんですが、思ったよりはケーブルそんなに気にならないかなって感じですね。はい、こうポケットに今入れて、まあ、この分ぐらいはねちょっとありますけど、まあね、どっかに引っ掛けちゃったりっていうのは、まあ、気をつけながら歩いてもらうとして、まあ、そこまで気にはならないかなっていうような感じですね。はい、というね使い方ができます。はい、はい、それで、まあ、気分に合わせてね、この前面のね、前面のこのカバーありますね、このカバー、これはね取り外しすることができます。はい、このようにね取り外しできますんで、まあ気分にね、このようにね取り外しできますんで、気分に合わせて、まあちょっとね、まあ、これ取り外した状態なんですけどもね、シンプルにね使いたければこのカバーを取り外すっていうのもありですね。まあ、ちなみにこのねカバーにもこうポケットがね、止水ファスナーのポケットがついてます。はい、はい、でこのねてっぺんの部分、ここもねこのように開けることができて、ここもねポケットがねたくさんあります。小さいポケットから中くらいのポケットからね、ここにペンとかをねなんか入れたりできそうなポケットがあります。はい、ね、全部ね使い切るのほんと大変だと思いますよ、逆にね。はい、どこに何を入れたか分かんなくなっちゃうっていうね、そういう弱点はあるのかもしれないけど、とにかく多機能ですね。はい、で先ほどね USB のケーブルついてましたけど、こっち側と同じ側にね、これパソコンをね収納する収納スペースがあります。これね15インチと13インチのノートブックのパソコンを入れることが可能です。で僕の持ってる MacBook は15インチなんですけども、ちょっとこれをね入れてみようと思います。はい、15インチのね MacBook Pro がね余裕で入っちゃいましたね。で中にあるこのベルトですね、ベルトね、でこう固定することができますとね。で中にはねこの衝撃材、こう衝撃材、まあ、パソコンなどね精密機械ですから、まあ衝撃にね強いというか、そういったこのクッションのようなものが入ってます。まあ、3泊4日というか、まあ僕の場合はね、男なのでジーンズとかを2日間連続とかで履いてもいいので、まあ下着はまあ3泊4日分持ってくんだけど、着替えなんかはね200分で良かったりもするんですが、まあその辺はね個々あると思うんですけども、今ね、ジーンズと、スウェット2着、パーカーとスウェットが1着ずつ、それから3泊分の、まあ、3枚の下着と、まあ、パンツと靴下と、あと MacBook を入れて、そんなにね重さを感じないですね、重さを感じない。そしてさらにこのね腰ベルトと、こう腰ベルトをねこう締めます。でこの胸にあるねバンド、これを締めるとさらにねこうなんていうかな、こう重みがね和らぐような感じ。実際多分ねこう重さをどっかに逃がしてると思うんで、これでね腰の部分とか胸の部分に、なのでねこうなんていうかな、全体的にね重さを感じないというか、そういうね感じのバッグです。はい、で、このバッグ 4way というね売りなんですけども、リュック、ショルダー、メッセンジャー、それからボストンっていうね4つのスタイル、 4way 4つのスタイルでこのカバンをね楽しむことができます。その模様をねちょっと羽田空港で撮ってきた映像があるんで、それに僕のねアフレコを載せながらご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。ピース、バスヒデ。はい、というわけでね今アフレコで撮ってますけども、これがね全体の図、外でねまた見るとちょっと一段と雰囲気違うかなと思うんですけども、僕身長が172センチぐらいあってですね、はい、こんな感じになります。で横に今見えましたかね、ドリンクホルダーもねついてましたね。は
はい、で正面から見た感じとで歩いてきた感じがこんな感じですね。はい、まあそんなね極端に大きいという感じでもない感じですね。でこれが先ほどお見せしましたベルトですね。腰ベルトと胸のベルト、これをねつけるとすごいフィット感があってね、なんか重さが軽減されるような感じですね。うん、実際重さはそんなにね感じなかったです。うん、中に入ってるものを違うバッグに入れて比べたわけではないんですけど、重いって感じはなかったですね。でこれがね斜め掛けしてるんですけども、これがメッセンジャースタイルですね。はい、これで自転車乗ったりねロードバイクとか乗るときにこのスタイルだと割とね動きやすいかなといった感じ。まあ普段歩いてる時でもねおしゃれな感じになりますね。はい、でこれがショルダーですね、肩掛け。はい、でショルダーとねボストンっていうのはスタイルが似てるんで、ちょっとねこの時ボストンをね撮るの忘れちゃったんですけど、ボストンっていうのはこの右手のね今取っ手の部分を持ったのがボストンスタイルで、紐をつければねショルダータイプっていう風になりますね。で、これねリュックスタイルのねこのリュックのね肩にかける部分をですねこのように収納することができます。このようにね、はい、これもね機能のうちの一つなのかな、まあ、22の機能のうちの一つなのかどうか、数えられてるのかちょっと全て数えたわけじゃないんですけど、このようにね収納することができて、でこっからねショルダースタイルとかメッセンジャースタイルにね、カバンをねトランスフォームすることができます。はい、これがね付属でついている、ね、ショルダー用のねベルトというか紐ですよね。はい、このように斜め掛けとかしたり、これは今ショルダー用なので縦につけてますけど、はい、これで今ショルダーですね。はい、でさっきも言いましたけど、ここ持つとボストンスタイルになりますね。ちょっと撮り忘れちゃったんで後で写真載っけとこうかな。はい、で斜め掛けにするとメッセンジャーになりますね。はい、これがメッセンジャースタイルの時にやるやり方ですね。今このように、はい、よいしょ、はい、背負いました。でちょっと斜めになってるというかね、こんな感じ、これがメッセンジャースタイルですね。ちょっとねバランスっていうか位置とか紐の長さ調整してないですけどね。はい、こんな感じでございます。はい、というわけで今日はねアバンハリスのアーバンピークというねカバンバックパックを紹介させてもらってます。はい、でね付属品にねこのね防水カバー、さらに防水カバーね、もう普通でも防水仕様なんだけども、さらにねこうかぶせて使用することができるね、こういった感じでねこの防水のカバーねがついてました。それからドリンクホルダーね、こういうのあると大変便利ですよね。ドリンクホルダーもついてました。はい、皆さんもぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうかね。でアバンハリスというメーカーはですね立ち上がって間もないブランドなんですね。で2018年クラウドファンディングを皮切りにこのアーバンピークというものがスタートしたというものなんですね。でさらにハイクオリティアワード2019年の最優秀賞を取っているカバンということでですね、非常になんかねもう名声もあるし、もう多機能でね高機能でねとても使いやすいカバンだなとね、しかもかっこいいですよね見た目もね。はい、で男性も女性もね使えると思います。はい、僕はね奥さんと一緒のものを購入して2人でね使ってるんですけども、まあ色はねまだこの色しかないんですけども、はいね男性も女性も使えると思いますし、まあちょっと小学生ぐらいにはまだちょっと大きいのかなっていう気もするけど、まあね全然子供でもね中に入れるものをねちょっと軽くしたりすれば全然使えるかなというふうには思いますけども、はい。で見た目はリュックなのに180度オープンするとかね、キャリーバッグのような仕様をすることができるリュックなんですよね。でテーマはですねこれ面白くてですね、アーバン都会ですよね、都会とアウトドアの融合をコンセプトにしているカバンなんですよ。22の多機能ですよね。で通勤通学、もちろんアウトドア、それから旅行なんかにも使えます。はい、リュックショルダーメッセンジャー、ボストンバッグというね、フォーウェイ、ね、4つのスタイルで楽しむことができるバッグということでですね、非常にね、いいですよね、このバッグ。アバンハリスっていうメーカーを調べてたんですけども、アメリカ、
イギリス、ドイツ、そのあたりのメーカーなのかなと思って、で、まあどこの日本の会社がその輸入でね間に入ってとか、そういう感じなのかなと思って公式のホームページ見てたら、どうやらね、これ制作にね携わってる、プロジェクトに携わってる方がもう日本人の方なんですね。はい、公式のホームページ見ていただければね、わかると思うんですけども、なのでまあ国産ということになりますよね。まあちょっと工場とかね、どこで作ってるのかってその辺わかんないですけども、まあ一応作ってる方が日本人なので、まあ一応国産というふうに僕は認識してるんですけども、非常にね国産でこんだけね多機能なものが出てくるっていうのはね、非常にね、日本人としても嬉しいなというふうに思いますよね、うん、なのでね、僕はねアバンハリスというねこのメーカーを応援していきたいというふうに思っております。これはねアバンハリスの第1弾のね、作品なので、まあこれからね第2弾第3弾といろんなねものが出てくるんじゃないかなというふうに予想はしてますけども、はい、なんかねまたいいのがあったら僕も購入してね、皆様にこうして YouTube の方でお知らせできたらなというふうにも思ってます。はい、どんなシーンにも活用できるこのアバンハリスのアバンピック、いかがだったでしょうか。本日は紹介させていただきました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。Peace!